ジョーイリン・キングはアメリカ合衆国の女優である。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。姉のハーレー、ケリーも女優である。再会の街で、で、主人公の娘役で映画デビューをする。その後、ホートン、不思議な世界の誰々でケイティの声を担当し、アイスエイジさん、ティラノの落とし物ではビーバーの声を担当した。また、レック、 レック、ザ・クアランティンにも出演した。2010年には、ドラマシリーズ、ゴースト天国からの囁きにゲスト出演。また、スイートライフのエミリー・メイソン役で二つのエピソードに出演した。他のテレビ出演作品には、アントラージュ・俺たちのハリウッド、CSI、科学捜査班、ミディアム霊能者、アリソン・デューボア、ライフ・イン・ピーシズなどがある。初主演は、 ビバリー・クリアリーの小説シリーズを映画化したラモーナの起きてでラモーナ・クインビー役で出演した。また映画のためのシングルラモーナ・ブルーをリリースした。世界侵略ロサンゼルス決戦に出演しキルステンという少女を演じた。また2011年にはラブ・アゲインに出演した。またテイラース・ビーフとのミンのミュージックビデオに学生役で出演した。 クリストファー・ノーラン監督のバットマン第3作目、ダークナイト・ライジングで若き日のタリア・アルグール役を演じた。また、短命コメディシリーズ、ベント・ニュー・アール、ダサ川女子と三十子へのゲスト出演、ザ・ホーオンティング・アワー、ザ・セリエの最終回に出演した。2013年、オズ・始まりの戦い、ホワイトハウス・ダウン、ファミリー・ウィーク・エンド、資料館に出演。2014年には、 ウィッシュ、アイワズヒアー僕らのいる場所に出演したほか、ファーゴに警察官ガス、グリムリーの娘、グレタ・グリムリー役で出演した。2016年、キングは青春ドラマ映画、ザ・ポッシュビリティ・オブ・ファイアー・フライズにキャスティングされた。2017年のホラースリラー映画、スレンダー・マンヤツを見たら、終わりでは主人公のクレア役を演じた。2018年には、 ネットフリックスのティーン向けロマンティックコメディ、キスから始まる物語で、エルエヴァンス役で主演。彼女は、続編の、キスから始まる物語2で役を再演し、キスから始まる物語3で、再び出演することになった。2019年には、Hulu で配信されている、実は犯罪アンソロジーテレビシリーズ、見せかけの日々で主演を務め、ジプシー・ローズを演じた。また、 CBS のコメディライフ・イン・ピースの第4シーズンにモーガン役で出演した。ありがとうございます。